講師の古井愛です。よろしくお願いします。気軽にフラワーアレンジ、今日のテーマはいい夫婦の日のアレンジメントをお家で気軽に簡単にお花を楽しんでいただけるようなアレンジメントを作っていきたいと思います。メインのお花はバラです。広島県では主に廿日市、江田島、竹原でバラの生産をされています。バラの花言葉はしとやか上品です。一輪のバラとスプレー1本から枝咲きになっているバラをメインに夫婦仲良くしていただけるようなアレンジメントを作っていきたいと思います。では作っていきたいと思います。まず使っていく花材は一輪のバラ、スプレーのバラ、カーネーションのピンク、ユーカリグニ、アイビーになります。で、この器に入れていきます。器はプラスチックの本当にカップみたいなものにスポンジをセットしてます。これは代わりは何でも、お家にあるプラスチックでも陶器でもコーヒーカップでも何でも、雑貨屋さんにある100均にあるようなものでも簡単に入れてもらえると思います。はい、では作っていきます。まず一輪の大きいバラからいきます。長さは短めです。器の長さと同じぐらいで1本刺します。まず大きい2輪を刺しました。大きいお花からいきます。カーネーションを斜めにカットして、これ全体四方身にしたいので全体に花の向きが均等にいくように入れます。器を回しながらで4本入りました。で、今度スプレーバラ入れていきます。バラもカーネーションも茎がしっかりしているので刺しやすい花になると思います。で、この縁のところはちょっと横から刺す感じで、横から見ても見えるようになんとなくこうまん丸に入るように入れてって、ちょっと凹凸もつけていきます。で、また器を回しながら空いてるところに入れていきます。グリーンを入れていきます。ユーカリは花よりちょっと高めに、ちょっと遊びが出る感じで、ちょっと高めに飛ばす感じで入れます。ちょっと下向きにも上向きにも下にも入れます。あとは埋めていきます。このアイビーも入れていきます。で、大体のところで見えなくなるようにスポンジが隠れれば大丈夫です。形が丸くなるように回しながら形直しながら埋まったら、この空いてるとこにこのリボンをつけていきます。ちょっと足が長めなのでなんとなくこうふんわりリボンをで全体から同じように見えるようにして完成です。全部から見えるようになってるので食卓とかテーブルの真ん中に置いてもらって皆さんで見てもらったらいいと思います。あと他の飾り方、普通にお家にあるこのカップにこのバラ、いろんなのがあるんですけど、もう本当に入れてるだけです。このユーカリもバラもドライフラワーになるので、このままドライフラワーにされてもいいと思います。このアレンジメントが傷んできたら、こういう本当にこれも何でもよくって、お家にあるカゴとかお菓子とかケーキとかもらった時の捨てそうなカゴにこの抜いてもらって、本当に乗っけてるだけで湿気が少ないような風通し良いところに置いてたら綺麗な多分ドライフラワーになります。では皆様、いい夫婦の日、ぜひアレンジメントと一緒に楽しんでください。ありがとうございます。
花はどこに飾りますか？カウンター。キッチンのカウンターだと思います。楽しかったです。難しかったですけど。どういうところが難しかったですか？なんか緑を埋めるところが難しかったです。リビングか玄関に飾ろうかなと思ってます。さっきこうなるようにって言われてたので、今日の出来はご自分で何点ぐらいですか？いや、でも短時間でよくできたと思います。